続いては京都橘高等学校の皆さんです。今日は3000人の吹奏楽ファイナルにあたり、 OC、OB の先輩方を含む150人体制でお送りします。創部当初からテーマとなっている元気いっぱい、笑顔いっぱい、夢いっぱいをもとに、感謝と愛を込めて演奏します。そして京都橘高校吹奏楽部としても伝統的に受け継がれているダウンバイザリバーサイド、ウィンターゲームズ、シンクシングシンクの3曲をお届けします。それでは京都橘高等学校の皆さん、どうぞ。
には大きな拍手が上がりました。京都橘高校のこのシングシングシングを3000人の吹奏楽で絶対に見るのを楽しみにしていた方多かったと思います。150人のサウンド、オレンジのユニフォームがドームいっぱいに花開きました。卒業生の皆さんも一緒にということだったんですが、やはり息ぴったりでしたよね。OB OG の皆さんが大事にこのオレンジのユニフォームをちゃんとしまっていたんですので、そうですよね。また出番があってよかったです。はい、楽しませていただきました。改めまして京都橘高校の皆さんに大きな拍手をお送りください。